どうもこんにちは。ドッグトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのはあかりの兄弟のホクですね。ホクくんと一緒にやっていきたいと思います。最初に質問ですね。クロラブの、子ですね。小学校低学年の女の子が泣き出すと、ラブラドールの子も一緒に吠えて頭を振って耳をかいたり、するような行動をしますと、ね。娘が泣き止むまでずっとするので、耳がね、腫れちゃったり血が出たりしますっていうことですね。どうしたらいいですかっていうことですね。お答えしていきたいと思います。まあ、もちろんね、小学校低学年しょうがないのかな、なんか泣かないでくれるのが本当は一番いいのかもしれないですけど、まあ、なんでね、書いちゃったりなんかするかっていうと、まあ、何かそういうストレス的なものがかかってる可能性もあるし、あとはね、前にもやっぱり感情的なものってあんまり良くないよって話もしたんですけども、まあ、良くも悪くも感情的なものってワンちゃんはね、同調しやすかったりはするので、まあ、そういうものもあったりとかね、あとはまあ、泣いてるのでどうにか困ってるとかっていうのもあったりするのかもしれないですけども、まあ、一番はね、まあ、本当は娘さんが泣かないでくれるとって言っても難しいですよね。まあ、泣いた時には例えばね、ワンちゃんだけ他の部屋にちょっと置いといてみるとか、まあ、そういうところからね、様子を見て鳴らしてみるしかないのかなっていう感じですよね。で、多分ね、耳から血が出たりとか耳が腫れたりっていうのは多分ね、頭振ったりするから耳に血が溜まっちゃったりとかしてるんだと思うんですけども、まあ、あんまり良くないですよね。本当はないに越したことはないので、まあ、ワンちゃんの方をね、隠してあげるか、あとはね、娘さんの方をね、見えないところに連れていくかっていうところですかね。多分それくらいじゃないと配慮できないんじゃないのかなと思います。ごめんなさい、なんかはっきりとね、こうとは言えなくて申し訳ないんですけども、まあ、あとはね、娘さんが泣いてるの気にするんであれば、例えばね、コングとかガムとかあげて、その泣いてる間は気にしないっていうのは、頭を振ったりとかかくっていう行動に移っちゃうっていうことは、他にワンちゃんにね、やることを与えるとそういう行動を防止できるかもしれないので、ぜひね、そういうのも試してみてもいいのかなと思います。はい、次の質問ですね。トイプードルと、マルチーズの、ミックスの子ですね。YouTube の動画参考にさせてもらって、やらせてもらってます。ありがとうございます。半年でね、9割くらい成功していましたが、体の成長もあり、後ろ足も上げるようになって、トイレのね、失敗が増えてきちゃったってことですね。トイレ自体失敗してるわけではないんですが、まあ、的から外れますっていうことですね。どうしたらいいですかっていうことですね。お答えしていきたいと思います。まずね、男の子用のね、トイレもあります。なんかこう、なんだろう、トイレにこうターゲットみたいにね、なんかついてるやつがあったりとか、あとは男の子用のね、L 字のトイレ、L 字になってるやつもあったりはするので、まあ、そういうものをね、使っていただけるといいのかなと思いますね。あとはトイレの、ね、失敗も、まあ、トイレの場所でできてるってなってくると、多分足上げちゃうから外に漏れちゃうっていうことだと思うんですよね。なので、外に漏れないようにね、こう L 字になってるトイレだったりとか、あとはね、自分の場合は、2リッターのペットボトルに、水を入れて周りにね、ペットシーツを巻いて入れてあげると、そこにおしっこかけるようになるとね、トイレの失敗が減ってきたなんていうパターンもね、うちでは結構あったりしますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうかというところで、はい、まずね、ワンちゃんね、どうしても何か気になっちゃう、まあ、かいたりとか、まあ、足舐めたりとか、まあ、そういう行動って出たりはするんですけども、まあ、やめなさいっていうことを教えるよりも、その行動、例えば頭振ったりとか、かいたりするのをやめたとして、じゃあ代わりに、どうやって、じゃあ、お子さんが泣き止むまで待ちますかっていうと、他にやることを与えてあげると、その行動がなくなる、もしくは軽減できる可能性があるのかなと思いますので、ぜひ試していただければいいのかなと思うのと、あとトイレもね、トイレの場所でできているのであれば、まあ、例えばね、気持ちトイレを広くしてみる、狭いところにね、ペットボトルとか置いたりすると嫌がるので、ちょっとトイレを広めにしてあげて、でそこに、自分の場合は2リッターのペットボトルに、半分ぐらい水入れてあげて、それにペットシーツを巻いて置いてあげたりとか、もう最初からね、なんかポールみたいなのがついてるトイレもあったりはするので、そういうのにね、変えてあげたりとか、 L 字のトイレにしてあげたりして様子を見てもいいのかなと思いますね。ワンちゃんと楽しく生活していく中で、やっぱりね、人がどんな風に、ね、したらね、ワンちゃんとうまくいくのかなっていうのを見てあげながら、配慮してあげることは非常に大切なのかなと思いますので、ぜひね、皆さんもね、ワンちゃんのためにね、いろんなことを考えて配慮してあげながら、一緒に過ごしてみてはいかがでしょうか。はい、ではね、雑談の方始めていきたいと思います。
今回何の話をするかっていうと、車の中で興奮しますっていうのがね、あまりにも意見が多かったので、まあこれはこれで本当はね、後からちゃんと動画をね撮ろうかなと思ったんですけど、まあ車の中で暴れます吠えますっていうのがあまりにも多いので、先にちょっとね、軽くだけお答えしといて、あとはね、次出す時に動画の中でねまた深掘りしていけたらいいのかなと思うんですけど、先に浅く触れちゃいますね。皆さんもね多分あると思います。車の中に乗ると、吠えっぱなしになっちゃったりとか、あとはものすごく興奮しやすくなるね。でまあ楽しみが大きすぎるとやっぱりそうなるのかなって思うのと、あと原因的にはやっぱり運動が不足しているのと、あとは刺激に慣れてない、まあ大体このどれかだと思うんですよね。車に例えばたまにしか乗せてないと、やっぱたまに乗った時の反応が非常に大きいので、まず一つは鳴らすっていう意味合いじゃないでもあるんですけど、まあ、やっぱり5分とか10分とかコンビニとかね、もう本当にちょこっと出かけるだけだからワンちゃん連れてかないよみたいなのでも、ちょっとずつ車に乗せて連れて行ってって、まあ乗る回数が単純に増えると、まあやっぱり興奮がある程度抑えられてくる、吠えにくくはなるっていう反応は出てくると思いますね。これがねやっぱりたまにしか乗らなければ、変な話月に1回しか車乗りませんっていうと、めちゃめちゃ吠える、月に1回吠えるのを繰り返すだけね、2週に1回週1回でも多分そこまで大きな変化は取れないんじゃないのかな。1日にね5回も6回も乗せてっていうのを、1ヶ月2ヶ月という長期的に見て取れるで、乗せてる時間は長くなくて構いません。短い時間で全然いいです。短い時間で全然構わないので、定期的に連れ出してあげるっていうことがやっぱり一番大事なのかなと思います。でこれで車に触れる回数が、多くなってくると、車に慣れてくると同じ刺激での興奮っていうのはかなり抑えられるようになってくるのかなと思います。でもう一つやっぱりね運動もすごい大事で、っていうのがね、よくドッグランとか連れてった時に、連れてく時はめちゃめちゃ大騒ぎで車の中でもずっと吠えてて、ドッグラン近くなってくると回してバンバン吠え始め、もう着いたらめちゃめちゃ暴走してってやるのに、なぜか帰りは車の中でも超おとなしいみたいなパターンありますよね。もうあれはね遊びに行きたいっていうね、エネルギーの爆発ですよね。まあ人間の子供も一緒ですけど、やっぱり公園に行こうかって言って公園に連れて行こうとすると、どうしてもね、特にやっぱりお休みで、例えばお父さん仕事終わったら連れてくねなんて言ってちょっと時間空けたりすると、まあ余計楽しみが大きくなればなるほどね、反応は大きくなります。なので車の中でも騒いだりとかで、ご飯とかもね、自分たちも例えば外食しようかって言っても毎日の方も今いなくはないけども、今自分たちの場合たまにやっぱり連れてったりするから、子供もたまにって嬉しいから、車の中でも超騒いだりとかふざけたりとか、まあワンちゃんだったら吠えてんだろうなと思いながらね、ある程度見てるところではあるんですけども、まあ、ある程度ね、それもよくドッグラン連れてく前には、まあ、やっぱり、ドッグランで走らせるから運動いいよねとか、今から出かけるから出かけて先でねどうせ一緒に歩くんだからいいよねって思っちゃうんですけど、逆ですね、しっかり運動させてあげて、しっかり疲れさせてあげてから車の移動を乗せたりすると、まあ、吠えない、もしくは吠えにくい、ある程度吠えが抑えられるっていうことが、ね、出てくると思います。ただ、そうは言ってもね、毎日の習慣でやってるのでそんなにすぐに簡単には変われませんというところで、ワンちゃんもね人間の子供も一緒ですけども、やっぱり暇をしてるとね吠える、何もすることがないから吠えるっていう行動が強く出るっていうことはね、十分にあると思います。なので、車に乗る際にはね、例えば吠えちゃうんだったら、まあ例えば移動中にガムか何かをちょっと与えとくとか、車に乗ったイコールドッグラン行くのが楽しみでもやることないだから吠え回すっていうよりは、車の中でドッグランに向かってる途中でもらえるコング、もらえるおやつ、もらえるガムなんかを楽しみにしてあげるのもいいと思いますね。なので、もちろんね口が塞がってれば吠えるっていうことはしないですし、であとはね、うちの子おやつやご飯に対しての食いつきが悪いんですっていう子たちの場合は、まあ、朝ごはんもしくは晩ごはんなどで調整をねちょっと入れていただけるとスムーズに行きやすいのかなと個人的には思います。はい、というわけでね、まあ
車の中でとかワンちゃんに会うととかインターホンが鳴るととかやっぱりこう場面場面で考えちゃうんですけど、分かりやすく言うと興奮してるだけなんで、その興奮を鎮めようっていうところに重点を置いていくと、まあ、やっぱりね、慣れさせるんであれば短い時間でもいいから回数多くね車に乗せたりするようにするとかね、あとは、やっぱり、運動もしないでやっぱりどっか連れて行こうとするとやっぱ遊びたいが先行しすぎちゃって楽しみになりすぎちゃうからね、吠えるっていう行動が出るので、出かける前にね、ボールで遊んであげたりとか、まあ、ある程度お散歩行って疲れさせてあげたりしながら車の中で吠えない吠えにくいように我慢しやすいような、ワンちゃんについての配慮も必要になってくるのかなと思うのと、あとはね子犬の場合は特に急にテンション上がったりとか、あの子たちの場合は暇にしててやることないのをものすごく嫌うねお年頃ではありますので、ぜひね、皆さんもね、もしワンちゃん吠えちゃうようだったら、ちっちゃいうちだったらね、例えばコングだったりとかちょっと固めのガムとかね、なんとかボーンみたいなのとかをね例えば入れといて噛ませてあげるみたいな、そういうのでも全然自分は構わないんだと思います。暇にしとく方が良くないからね、やめなさいって言われてもね暇にしてると我慢だから、我慢って限界が来ればまた吠えますよね。なので、一時的にはね、何かにまあやっぱり暇つぶしをさせてあげて、まあそっちにね外とかやっぱり興奮とかに気がいかないようにねしといてあげて、着いたらね軽く運動させてあげてからドッグランの利用とかをさせてってあげるとよりスムーズにいくのかなと思います。ね、ぜひね吠えちゃうとどうしてもねお出かけ避けちゃったりとかねすることも多いと思うんですけども、まあもちろんねものすごく攻撃的危険性がありそうな吠え方の場合はトレーナーさんに相談したりとか、あんまりにも長吠えしちゃう時には相談してもらってもいいと思うんですけど、まあちょっと吠えちゃうぐらいだったらね今の対処で、結構抑えられるんじゃないかなと個人的には思います。ぜひ皆さんもね、お家でワンちゃんもし車で興奮しちゃうっていうことがあるのであればね試していただけるといいのかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、車の使用回数長くなくていいですからね、時間短くてもいいからちょこちょこ使いながら、特にね夏の時期ワンちゃん車の中放置は非常に危険なので、今の時期の方がねまあ安心して使えるのかなと思うのと、あとね車のエンジン止めないようにっていうか、まあ止める時にはワンちゃんを置きっぱなしにしないようにね、冷暖房は常にかけとくような形に車の場合はなっちゃうのかなと思うんですけども、まあ練習鳴らす時もね安全は第一でやらないといけないと思います。ね、日々の練習大切なんですけども、まあ、安全第一でやっていただけるとそれが一番いいのかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、ワンちゃん急な変化求めるとワンちゃんも大変な思いするし飼い主さんも大変な思いしますので、ぜひね毎日毎日皆さんで少しずつ慣らしてみてはいかがでしょうか。